日本をかっこよく、はい、結び大学。今回も、YouTuber でありオンライン英語講師の夢ラジオ先生をお迎えして、今回のテーマはですね、記号学の誕生、東京とは記号の街であるっていうタイトルなんですけども、これってどういうことなんでしょうか。はい、記号学あるいは記号論と呼んでもいいですが、英語ではセミオロジーと言いますね。前回までお話したあの構造主義、それは言語学と人類学、あるいは言語学と民族学の融合でした。つまりあの言語の音体系ね、音体系の構造を人と人との間の関係に当てはめることができるよっていう、そういうものでしたが、なんとこの世全部にその言語学の構造を当てはめてしまえと、そういうあの流れが70年代ぐらいからあの始まりました。それがあの記号学または記号論と呼ばれるものです。一人まあ有名なお方を挙げればロラン・バルトっていう人ですね。バルトさん、まあ、フランス人なんですけどね、ロラン・バルトさんというこういうお方がいらっしゃって、彼が記号というね、もう言語とかっていう狭く取らずに、記号というもっと広い概念からこの世のさまざまなファッションとか髪型とか、そういうものを分析していこうという、そういう学問を始めました、うんうん、ですから髪型にしても黒髪の人もいるよね、金髪もいるよね、茶髪だって言いますよね、はい、茶髪にもいろんな茶髪がありますよね、うんうんうん、その一見なんか違ったものがわーっとあるだけに見えるようでいて、けれど茶髪のヘアスタイルが存在するためには、そしてそれを茶髪というふうに呼ぶためには黒髪の人がいなきゃいけない、金髪の人もいなきゃいけない。もし黒髪も金髪もいなくて全員茶髪だったら、それはもうあの茶髪とあんま呼ぶ必要がないというか、うん、髪だけでいいはずですよ、うん、ところがやっぱり人間って違いを作りたがる、そういう生き物で同じじゃ嫌なんですよね、うんうん、だもんだからいろんな髪の色、いろんな髪型、そういうものを作っていきたいなと思う。それは他との差異があるからこそ価値を持つんですよ、うんうん、このように、今回たまたま黄色の、ねジャケット夢ラジオ先生着ておりますが、それは緑の服を着ている人、あるいは黒の服を着ている人、あるいは浴衣着ている人、お着物着ている人っていういろんな服装があってこそこれの意味が出てくるんであって、もしみんながこれだったら、これは社会の制服で、はい、なんか社会共産主義みたいになっちゃいますけどみんながこれだったら服と呼んでも終わりなんですよ、うん、それはね、あのしかもそこに価値も出てこない、うん、価値が出るのは違いがあるからなんです、やはりね。だからその意味でも構造主義 の意味は大きかったなと思います。そしてさっきお話したように文学作品とか言語とか人類学とかだけじゃなくて、この世一般にこの構造主義の実りを当てはめていこう、でロラン・バルトさんっていうそういう人がいたんですよね、うん、でこのロラン・バルトさんっていうのは面白い人で、いろんな文学作品の研究あるいはファッションの研究、それを構造主義という立場からやってるんですけど、日本が好きで日本に3回ぐらいいらして、なかなか今みたいに飛行機でパッと来れる時代じゃなかったんだけど、うん、東京という街がとっても気に入ったらしいんですよ、うん、何が気に入ったのかと、なんか おそばでも好きになったのかとそうじゃなくてね、地図を見てロラン・バルトが東京の、東京の真ん中に何にも実用的な機能としては果たしていない空間があるじゃないかと、皇居ですよ、うん、一体この皇居ってこんな東京の一番真ん中にあって何の場所なんですか、天皇の陛下がいらっしゃってる場所なんですっていう、じゃあそれ社会的になんかのこんな広い場所で、いやいらっしゃってる場所なんです、いやだけどこんな広さいるんですか、いいんですと、いいんですとこの部分をもっと違う東京のさまざまな都市機能に移していったらもっと便利になるんじゃないんですか、いいんですっていうね、うん、これはこれでいいんですと、なるほどと。つまりロラン・バルトはですね、この東京の街のこの中心にこの空っぽな部分があると、そしてその空っぽな部分があり、そこは実用的な価値は確かに果たしていないように見えるけれど、その空っぽな部分があり、そして他の部分との差異違いが明確にあることによって、そこから東京という街の魅力、そして東京という街の意味、そして日本文化という、それが紡ぎ出されているんだ、この東京こそ中心に、あのフランス語ではヴィットって言いますね、空っぽっていう形容詞ヴィット、中心にヴィットなものを持つこの東京という街こそ優れて、私ロラン・バルトが唱えている記号論の都市である、うん、私はこの東京が大好きになってしまいました、うん、ということだったんですよ。
ですから、まあ、さっき構造主義っていうのは西洋中心主義または啓蒙主義ですよね、啓蒙主義に対するあるいは理性主義というかアンチテーゼだったというふうにお話しましたが、やっぱりロランバルトもそのラインにいますから、この東京という街にあってあるいは日本の中心にあって実用的には何にも果たしていないように見える皇居というこの空間が実は最も大切な価値を持ってるんだという、ここをバシッと見抜いて東京を記号の都市であるとしっかりと表現してくれた。これは我々日本人としてはロランバルトさんよく言ってくれたと評価していいんですけど、あんまり誰も言わないですね。ですからこのように今回お話しした構造主義、そしてそこから記号論っていうのが出てきたんですけど、それは私たちが日頃生きていく時にあっちこっちで知ってれば役に立つ、そういう考え方で、ぜひ結び大学の視聴者の皆さんにも、あ、構造主義って結構いろんな場面で応用できる場合が多いなと思ってもらえたら嬉しいですね。違いによって価値が生まれるだけで実体は空っぽであるというこのソシュール言語学の考え方、それは構造主義で、さっきの皇居の分析にもつながっていったわけですが、これはちらっとお話した仏教におけるですね、空っぽなんだと、実体ありませんと、色即是空、空即是色ってやつですね、あれと非常に親和するなと夢ラジオ先生は思っております。ただし今の細分化された日本の学問体系では構造主義を研究する人が仏教やってる人いませんので、本当は大事な構造主義の空の思想っていうのは般若心経の空、あるいは仏教の中の空というのと非常に似ていて、しかもそれは別に仏教とか構造主義言わなくても我々の人生って空でないのかっていう、この非常に根本的なこの問題に対して大きな考える材料を投げかけてくれますので、その意味においても仏教でよく聞きますよね、空の思想とか無の思想とか何ですかって言われて、空っぽじゃないんですかとか、いやその空っぽってどういう意味ですかっていう時に、あ、構造主義、今回聞いた実体は空っぽだけど違いだけがある、そしてポスト構造主義になるとその違いがずっと伸びていくんですよね、確か、無限に再演と言いましょうか、その実体は空であるっていうこの構造主義から仏教の空という概念に迫ることもできるんじゃないかと先生は思ってますね。村山さんどうでしたか、今回の20世紀の一つの大きな思想潮流構造主義を聞いて、やっぱ人って夢ラジオ先生もおっしゃった通りなんか違いをつけたがるんかなっていうのはすごくこう、そうなんや、総じて感じましたね、でも違いが分かった上でどうそこでこう和していくかみたいなところが、今の時代問われてたりとか特に日本でこう問われてることなのかなっていうのは感じるというか、さっきもちょっと雑談の中で言語学の中で日本語だけは出どころが分からないみたいな、分からへんな、っていうのはなんか意味があるんじゃないかなとか、その中立というか独立した立場やからこそ違いを理解して統合していくというか、アウフェーレンしていくというか、そういうの役割があるんじゃないかなっていうのはすごく思いました。だから日本語が割と世界の他の、系統の言語から孤立しているっていうこのことは、ひょっとしたら日本文化には独特なその世界のいろいろ対立し合う諸文化を調停するような、そういうその機能もある、そういうの現れじゃないか、今後の研究に期待したいですよね、はいはい、いやそのね、仏教との関わりのところはもう非常に深掘りしたりとか、あるんですけどね、この村山さんも実はもともとお寺の育ちでね、もうずっとちっちゃい時からもう身近に仏教があるのが当たり前だったみたいな感じでね、育ってきたらしいんですけど、その実体はないんだって、私という実体はないんだとか、そう、私はいないんですよ、仏教的には。そう、でもその捉え方ってすごくね、深いというか、その表面的に捉えると、じゃあこの私という人生は何のためにあるのかとか、ややもするとこう虚無的になる、あるいは私はいないということでなんかこう謙虚になれるみたいなさ、なんかそういうふうな言い方をする場合もあるんだよね、はいはい、そういうものではないんですよ、私はいないとか仏教が言うよく言い方はね、あれ私に価値がないから私ってダメよとか、そういう意味でもなくて、私だけでなくあなたもその次の人もあるいはさまざまな物体も含めて実体はありませんよと、空ですよっていう、これが構造主義から仏教を見た場合ちょっと見えてくる。だから空の思想が仏教の中で一番深いと私は思ってるんですけど、それに対して構造主義の訓練を受けてればちょっと入りやすいかなと思いますね。
なかなかつながらないですよね。なんか今お話聞いてても記号論のところからどうその日本の中心が空っぽであるっていうところにつながったのかな、プロセスみたいなところ、うん、そこはやっぱり日頃からアンテナ張っといてというかね、うん、だからロランバルトがやっぱり日本に来なきゃそれは見えなかったわけだろうし、はいはい、日本人と喋れなかったら思わなかったことだから、やっぱりあの自分のなんとか学部なんとか学科 の10人ぐらいとだけねーと仲良くするんではなくて、せっかくユニバーシティにいるんなら他の学部、うん、あるいはもう大学というそもそも狭いところを飛び出していろんな国のいろんな人と話をしてっていう、それはやっぱり学問の進展という点では大事でしたね。もう一ついいですか、はい、そのロランバルトさんがね、その、はい、まあ、ファッションにしても、うん、それぞれ違いのみがあって空っぽなんだっていう話でしたけども、うん、 その発想がね、もともとそのレヴィ・ストロースからの近代の、まあ、白人中心主義、啓蒙主義、うん、まあ、要は何て言うんですかね、啓蒙主義、その人間がこう理性で考えられる合理的な判断とかが一番こう全ての人にとって理想的なんだっていう、その考え方をこう押し付けたことに対する批判から生まれたっていうことだったんですけど、じゃあそのロランバルトさん含め記号論をもってして一番いい世の中というか、人のこの社会というのはどうあるべきっていうことを考えた場合、それどういう理想形が導かれるのかというところを伺ってみたいんですけども、構造主義の、実はこれ今日構造主義を持ち上げるようなお話になっておりますが、構造主義にも実は欠点があるんですよ、はいはい、これはこれでね、どういう欠点かっていうとね、ソシュールに遡っちゃうわけですよ。ソシュールってどんな言語学だったかというと、言語学から歴史を追い出したんでしたね。で、今この瞬間でブツッと切って、その時の、あの言語を研究しようという、これがソシュールでした。で、そこから構造主義も始まってるってことは、実は構造主義は変化を捉えることができないんですよ。もともとソシュールがその変化、あるいは時間の経過、歴史というものを追い出しちゃったわけだから、そうするとこの構造主義っていうのは、ある一瞬を切った時の何々の分析に関してはうまくいくんだけど、じゃあ今あの川島さんがおっしゃったありうべき社会、今ないけどこれから変化してより良くしていく社会のその提案にはね、沈黙なんですよ。で、それがまずいということで前お話したポストモダンですね。つまり構造主義の最大の限界であるこの静か的な、動かない、ある一点投げ切り取ったそれの描写分析ではなくて、動いてるよ、一瞬たりと止まってない、変化してるじゃないかという、これを言ったのがポスト構造主義ですよね。あるいはポストモダンと言ってみよう。だからそのポストモダンにおいて、やっとその今おっしゃったありうべき社会みたいな、それが提案されることになり、それは前ちらっと話したけど、中心を作らずマルティチュードで、そしてだけど根っこのとこは緩やかにつながっていて、組み合わさっては離れ、組み合わさっては離れしながら、次に行くところがどこか予想できないけど、どこかへは行くんだろうなっていうね、設計はしない、理性で考えない、全体主義は防ぐという、これが理想形じゃないかという形になってきますね。なるほど、まあ、そのね、この第5回の、シリーズで構造主義とは何かっていうのは言語学から始まって、そこに至ったっていう話だったんですけども、何でしょう、ついついね、今の当たり前のこう感覚としても、やっぱりその近代 その西洋が持ち込んだ考え方に、なんかそこにこうついつい従ってしまう常識みたいなのはやっぱりあると思うんですよね。科学的な根拠があってとか偉い先生が言ってるんだみたいなことに、こう何かこうなびいてしまって、ってその本来のこう自分たちが持ってた価値観やそういったものがないがしろにされてしまうみたいなことは、今の、ね、日本でも本当に起こり得ることだなんてのはすごくあの勉強になりましたね。だから西洋中心主義、あるいは科学で説明できないことは無意味なんだという、この浅はかな考え方、これをやっぱり打ち崩す力が構造主義にはあった、このように言っていいでしょう。この世は目に見えないものもあると思いますよ。はい、ということでこのね、哲学構造主義シリーズ行ってきましたけども、またね、次違うテーマで何か行っていきたいですけれども、はい、何かありますか、このミメラジオ先生的に、あのこういうテーマがいいんじゃないかとか。宗教の話をしましょうか。ああ、面白いですね。ねえ、あんまり扱ってこなかったテーマ、しかも日本の宗教ということで、はい、うん、まあ、要するにあのキリスト教とか、はい、ユダヤ教とかでしたら、まあ、茂木先生がなんかいろいろやってありますけど、確かに、うん、はい、だけど日本の宗教っていうと、今もいっぱい宗教あるんだけど、あれって一体どういうことを唱えてる宗教で、どういうあの目指してんだろうって、今一つ分かんないまま看板だけ見て、あ、
何々教っていうね、うん、それが一体歴史的にどういう経緯をたどってそういう教えになっていったのか、はい、それを哲学や文学の面から見たらどう見えるのか、うん、そういうような話をまたしましょうか、うん、はい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、ではですね、今回も動画をご覧いただきましてよかったよという方は高評価ボタンをお願いいたします。また、感想などありましたらぜひコメント欄にお書きくださいということで、今回もありがとうございました。日本をかっこよく、結び大学でした。